土俵が流れる中昇降をする喪服姿の人たち。夏場に活力をくれたうなぎを供養です。うなぎ養殖が盛んな愛知県西尾市の一色町で開かれた式典には、県内の養殖業者ら70人が参列。土用の丑の日など夏場に消費されたうなぎに感謝の思いを込めて手を合わせていました。式典の後には稚魚のシラスウナギの豊漁を願って、およそ5000匹のウナギが海に放流されました。我々が放流したウナギがですね、ここの海で育んで回帰してくると期待をして、ずっと継続してやっております。